皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィディスカバリーパート20やっていきましょう。今回はこちらボムトレジャーから進めていこうと思っていたんですが、せっかくだから新エリア先に行きたいですよね。ということでホワイティホルンズの北のホワイトストリートからやっていきましょう。ミッションはステージクリアとワドルディを助けるが4匹、そしてハテナが3つですね。新エリアどんなステージが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして雪の表現めっちゃ綺麗じゃない。はい、ワープスターでスタート地点に降り立っていきましょう。うわすごっ、ベンチのこの雪とかさ、うわ細かいな。スタート後ろとかスタート横には何もないでしょうか。一応ミッションとかにあるかもしれないので見ていくんですけど、何もなさそうですね。おっと、そしていきなりレンジャーがいました。じゃあこいつはコピーしていきましょう。1段階強化しているので、はい、こちら何だったっけ、ノーブルレンジャーか、ノーブルレンジャーになっておりますが、あ待てよ、今のってコピーすればアイスだったような気もするな。せっかくだから雰囲気合わせてアイスでやってもいいんですけど。おっと待てよ、こいつミッションだと思いませんか。はい、雪だるま的なのを壊していきましょう。ですよね、雪のアニマルオブジェを4つ壊す、4つか。はい、じゃああと3つなんとか見つけていきましょう。おっと、そしてまたアイスがいましたので、あとそいつをコピーしていきましょう。ノーブルレンジャーを一旦捨てて、はい、アイスカービィ、この方がまあなんだろう、雰囲気は合いますよね。はい、じゃあガルルフィーは凍らせておきまして、またいるのはこのペンギンこのペンギンさっきからなんかでかい雪玉投げてきて若干ちょっと厄介なんですけども、はい、じゃあうわあの階段の上にもいるし、はい、じゃあペンギンを凍らせてガルルフィーに当てていきましょう。そして MK さんは見逃さなかった。はい、ここにちょっとしたルートがありますね。ミッションっぽくない、来た、路地裏を見つける、達成しました。待てよ、これさレンジャーで来ればなんか奥の方打つとかあったかな、大丈夫かな。一応ミッションが同じとこに重なってるとは考えにくいので無視していきましょう。はい、そしては危ないよ、ここに爆弾があったから壊していきます。こっち側を登っていけば、そっか、このペンギンにやられなくて済むんですね。はい、あとはガチャルポンもゲットしました。じゃあペンギンを凍らせて、待てよ、アニマルオブジェ見逃さないようにいきましょうね。 MK さんが見逃してたら皆さん教えてください。はい、じゃあここも凍らせて、この穴の下とか大丈夫ですよね。あれ？なんか怖いけど、いや入るってことはなさそうだな、さすがに。おっと、そして自販機があったんですけど、まずはあんたらか。はい、じゃあこのポピーブロスジュニアを、凍らせまして、この自販機、ポピーじゃねえや、頬張り変形していきましょう。自販機が出てきたということは、自販機じゃないと壊せないところがどこかあると思うんですけども、そういうところにアニマルオブジェが隠されてたりは大丈夫か。一応端っこまで見まして何もないな。そしてやっぱりさ、この自販機に入ってる缶の数、自販機によって違いますね。一番最初は99とかだったんですけど、確かちょっと前のあのワンダリア跡地では199、いや150だったっけ、なんかそれぐらいだったと思います。で今回も150だったんですね。 OK、 そしてガチャルポンゲット。待てよ、なんかガチャルポンの今色違うくなかった。いつもだったら黄色いガチャルポンなんですけど、今緑でしたよね。ボリューム2ってことなのかな。おっと、そして右が怪しいぞ。多分こっちは自販機じゃないといけないところなんでしょう。はい、じゃあ自販機でこのペンギンを倒しつつ奥の方に進んでいきましょう。 OK、 なんとかまずはワドルディ助けることができました。あと3匹どこかで見つけましょう。もういらないよね、自販機ね。あとはワープスターがあったので危ないな、そこに乗っていきましょう。おっと、雪のオブジェ、 MK さんは見逃しませんでした。危なこれちゃんと見てかないとさ、白背景に白だからちょっと見逃してしまいますね。はい、ということで雪のアニマルオブジェを4つ壊す、2つは壊せました。あと2つどこかで見つけていきましょう。いや、なんかボムの方がいいような気もするけど、まあいいや、アイスで進んでいきます。危ないよ、この斜めってるの、なんかマリオっぽいなこの斜めになる足場、ちょっとマリオでよく見る感じですよね。はい、じゃあまずはここコピー能力変えまして、あ、なんかあったぞ今、なんかそこに今赤いコインスターが見えたんじゃないか。一応そこは取っておきまして、隠し通路がつながってるとかではないか、こっち側に足場があるとかもなさそうですね。はい、じゃあレンジャーで倒していきましょう。ポン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 あの可愛いね、ペンギンみたいなやつ、危ないよこの弾と弾って相殺できないのか。じゃあ先にそこ、ファイアブロスとファイアブロスじゃねえや
そこまでマリオになっちゃったら違いますね。おっと待って、これなんかですよね。はい、そこを割りまして、あーそこか、赤い扉ということは出入りできるやつですので、多分その先にワドルディがいるんでしょう。でレンジャーでこの的を撃って出てきたということは、多分レンジャーのステージだと思います。はい、じゃあ中に入りまして、こんにちは。あーだよね、これさ、前回 MK さんレンジャー危ない結構前か、レンジャーのね、こういうエリア的なとこを一回ミスってるんで、今回はミスらないようにやっていきましょう。はい、赤いスイッチ押しまして、ここ打っていく。うそ、あ、当たった今の当たった判定でいいんですか？結構緩いねなんか今のは当たってなかったような気もするけど、ヒロクハルケントさんが捉えてくれたんでしょう。ということでワドルディを助ける2匹目達成しました。あと2匹と、ちょっと待て、雪のオブジェ大丈夫？怖ない？雪のオブジェがどこかにあったら取りたいんですけども、こういうところの右とかないか、大丈夫か。よし、じゃあここはいいとして先に進んでいきます。いや雪のオブジェが一番怖いな。うわ、そしてあと一個なんかあるし、あと一個なんだろう。うわ、またさ、これゴールしないと。おっと、この下は怪しくない？うおー危ない。こういうところ隠すのほんとやめて。3つ目でこんなむずいってことはさ、4つ目結構やばいとこに隠されてそうですね。ちょっといろいろ横とかも見ながら進んでいきましょう。はい、ポピーブロスジュニアを倒しまして、待てよ、こいつら先に倒しといた方がいいと思う。危ないな雪だ、雪玉がマジで危ない。なんであんなちっちゃいのがさ、コロ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 転がしてこんなにでかい雪玉になるんですか。はい、ということでペンギン倒しまして、そこなんかあるな、ワドルディどんなとこに捕らえられてんのよ。はい、ということでワドルディ3匹目助けることができました。なんかこのレンジャーの帽子もさ、ちょっと雪国っぽくていいですよね。おっと、ここ怪しくない？はい、光ってるところ当たりまして、上に進むとガチャルポンか。ほら、さっきは緑色のガチャルポンだったんですけど、これは黄色いですよね。やっぱりこれボリューム1とボリューム2で分かれてるんだと思います。今までボリューム2ってなんかゲットしてたっけ？ちょっと忘れちゃいましたけども。あーた、なんで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 今のが当たらなかった？そして上のあいつ先に倒しておきたいな。これ当たる？あー当たんない。おーっと、うん、あー当たってないか。雪玉にちょっと当たっただけですね。はい、そしたら階段頬張り変形をしていきましょう。雪玉に当たらないように横に歩いていきますよ。危ないなタイミングこれ気をつけないと当たっちゃいますね。あのこのバッタン変形じゃなくて、なんだっけ、階段か、階段頬張り変形も無敵なわけではありませんから。危ない雪玉とかは普通にダメージ食らってしまいますよ。はい、そしてここ絶対怪しいですよね。お、ガチャルポンゲット。なんか今回ガチャルポン多いですね。もう3つゲットしてるのかな。危ない、やだ、バッタンバッタンってやれば一応その間は無敵判定ですので、その間になんとか超えてしまいましょう。で危ないって、これも食らうからもうバッタン変形じゃねえや、もうさっきから間違える。まあいいんだけどさ、バッタン変形でもあの階段頬張り変形はさ、あの当たる面積がでかくなっちゃうから、ちょっと敵気をつけないといけませんよね。そして待て、絶対に怪しい。ここに階段じゃないと壊せないブロックがあるということは、どうにかしてここまで階段を持ってくるんだ。あ、待って、ほら、ひび割れてる。ここにひびが割れてるから、どこかから階段持ってくるんだと思うんですけど、上か？え？降りれる？あ、左側、降りれそうですね。おっと、そして待って、アニマルオブジェがあったので、わす、あ、壊した今ので壊した判定か。はい、ということで雪のアニマルオブジェは全部壊せました。でこ、あ、行って、ほら当たるんだって。でここ下降りまして、さっきの、うわ待って、出てきたペンギンなんでこのタイミングでペンギン出てくんの、やめて。はい、ここバッタンで無敵判定出していく。ちょっとずつ進めていきましょう。 OK。 でこのひび割れのところをバタンと倒していきましょう。バッファルホーンが危ないね。え、何もなくね。バッファルホーンがいただけかと思いきや、上にワドルディがいました。これで4匹目かな。はい、 OK、 ワドルディ4匹助けることができましたが、待てよ、あと1個なんだ。え、ここじゃない、ここじゃないか。まあそうだよね、ワドルディと被ってるっていうのはちょっと考えにくいよな。危ないな。え、何だったんだろう。ゴールすればわかるやつかな。ほら、もう上にね、ちらっとゴールが見えちゃってるから。ゴールすればわかるやつなのか、最後の最後に何かあるやつなのか、ちょっ
っと待って、最後まで気は抜けませんよ。はい、じゃああなた倒していきまして、おスイッチ、あスイッチを押してあれかゴールまでの道を作っていくパターンかな。はい、そしたらこの辺全部倒してしまいましょう。この星型ブロックの下に何かあるとかそういうのは考えられないですか。撃て撃て撃て、待って、ポピーブロスジュニアが1体残ってる。え、あこっち側は、こっちの上何かあるかもしれません。ない、うっそ、もうゴール、あとゴールしかないよね。上行って、え、なんもなさそうだけど、奥にもなんもない、この先は落ちられない。あ待てよ、あここだけ柵がない、ということはこっち側行けるんじゃないか。おっと、時計台だ、時計台に到着しまして、来た時計台に到達、あぶねー、マジか。で、ここ、ちっちゃいワープスターに乗りまして戻ってきますと、これでミッションは全部達成ですね。危な、今の策気づけなかったら終わってましたね。はい、ということで、ノーブルレンジャーでクリアすることができました。ステージクリアはドルディを助けるが4匹、雪のアニマルオブジェを4つ壊す、路地裏を見つける時計台に到達。時計台ちょっとむずかったね。はい、そしてバウンシー。こいつはまあ、いつもいる敵ですね。で、スクイッシー。これがボリューム2か。はい、そしてこれがボリューム1、手配書を新しいやつですね。はい、そしてボリューム2、おお、来た、チャクラムカッター。まさかのカッター二刀流。2つの円月操って、交互に投げては当たりを切り裂く、ブンブン飛び交う円月カッターだ。いいですね。チャクラムカッター強いよね。いや、でもノーブルレンジャーも強いぞ。第1段階の進化だったらノーブルレンジャーか。あとはボル系のファイヤー、あのあたりが強いんじゃないかなと思いますが、うわ、なんだ、フローズンメトロ、地下鉄か。行きたいところでもありますけど、さっきね、トレジャーを1個残しておりますので、先にそちらをやってしまいましょう。1個じゃないか、2個か。確か2個残してますよね。今回2個終わるかわかりませんが、まずは1つやっていきましょう。さっきやりかけた、こちら、ボムトレジャーですね。掲げてっぽい爆弾ブロック行きましょう。目標タイムは45秒。45秒か。まあまあまあ短めなので、そんなに難しくないんじゃない、ないんじゃないかなと思いますが、ここは、はい、転がして投げていく。え？あ、転がすんじゃないの？いや、でも転がしてもいけるよね。狙って投げる。いや、転がしてもいけるよ。だからここは転がして、あー、今のもう時間もったいないよ。45秒だからシビアにやっていかないと。はい、ここ、うわ、あ、ここ上に投げまして、大丈夫か？今の大丈夫か？あ、パパ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 、嘘、嘘、嘘、ちょちょちょ、落ち着け。うわ、今のもう無理じゃない？今のこんな時間かかっちゃってたらきついような気がする。はい、投げる。と言って、待って、もうやり直す。無理だ。大丈夫。落ち着けばいけますよ。はい、ここレディーゴー。まずは前に投げる。で、その狙って投げるも使ってった方が良さそうですね。このブロンドバードとかは狙って投げた方が早いでしょう。はい、で、ここも狙って、もう今の、どうなんだろう。うわ、でもな、ブロンドバードついてきたら嫌だから倒して正解かな。はい、で、ここも狙って投げる。で、もうジャンプしておく。はい、で、ここはもう下転がします。オッケー。今のも狙って投げるのが成功法かもしれませんが、下転がしてもいけちゃうから。はい、で、こう来て、こう来て、こう。はい、全部足場を出してブロンドバード気つけろ。大丈夫、あいつ上には上がってこないんだね。おっと、なんだ、あ、そういうこと。こう来て、で、次は、あ、そっち側なのか。真ん中だと思うじゃん、順番的に。はい、で、ここ、いて、痛いけど、どこ、MK さん、あ、そこにいたの。ちょっと、よくわかんなかったけど、もうこれゴールだとしたらいけてるでしょう。オッケー。危な、今44秒03かな。おお、あぶねえ。超ギリギリじゃない？今のでギリギリなことあるという感じですけども。はい、なんとかクリアはできました。よーし、じゃあ今回もう一個、実はね、このワンダリア跡地にあるから、それをクリアしようかとも思っていたんですが、ホワイティホルンズから行きたいよね。じゃあホワイティホルンズのもう一ステージをクリアしてから、またファイアトレジャーをやりに戻ってきたいと思います。ということで次回はフローズンメトロからやっていきましょう。チャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。